フェンダーベース6は、フェンダーの6弦エレクトリックベース、フェンダー6としても知られる。1961年に発表され、ダウンエレクトロが1956年に発表した EE、e、チューニングの6弦ベースのコンセプトを引き継いでいる。ジャズマスターの地も引き継ぎ、スタイルや技術的詳細を継承している。ボディや電気周りは翌年発表のジャガーと非常に近く。 事実上、ベース6は、ジャガーシリーズの最初のモデルである。プレシジョンベースのコンセプトとは、6弦であるだけでなく、ショートスケールで、細い弦を使用することも違っている。オリジナルモデルは、ボディ、電気回路、ワミーバー等がジャガーと類似しているが、ジャガーが2機なのに対し3機のピックアップを装備する、ところが対照的である。3番目のピックアップのため、従来の3。 ポジションスイッチではなく、ピックアップごとのオン、オフスイッチが採用された。後にベースカットスイッチも追加された。ジャガー同様、ベース6は広いフィンガーボードにはっきりとした R が付けられており、ビビリがないようセットアップするのには、手際が必要で、また演奏テクニックの調整も必要とされた。電気系統と追加源は、ソロプレイヤーに理想的なものであったが、 1960年代にソロを弾くエレクトリックベース奏者はほとんどいなかった。玄関の狭さと弦の細さはギター奏者にとっては快適だが、旧来のベース奏者には不快なものであった。実際の演奏においても、いわゆるバリトンギターとして使用されることが多かった。ギターアンプにつなぐと、バリトンギターとなり、ベースアンプにつなぐと、 よりベースらしい低音が出るので両方の使い方をされた。こうしたどっちつかずな書がこの楽器の長所であり、また同時に短所であったと言える。こうした理由でサウンド的には向いているサーフミュージックやカントリーウエスタンの分野においてもプレシジョンベース剣族のような評価は得られなかった。オリジナルベース6はジャガーと同時期。 1975年に製造終了となった。2006年、フェンダーはカスタムショップモデルとして限定生産ながらオリジナルベース6をリーシュー。1960年代のベース6に基づき3機のシングルコイルピックアップで同一の回路を使いミュート機構もついている。またフェンダージャパンからもミュートなしのものが限定発売されていたことがある。 これは使用ミュージシャンの項にあるように、ビートルズのレノンやハリスンが、ベースパートを演奏する際使っていたために根強い、ファンが存在することが大きい。このような経緯から、デッドストックを除けば、中古でしか手に入らないにもかかわらず、ヴィンテージ価格で流通している。フェンダージャパンでは1991年に、同モデルを限定販売。 長く復刻されなかったが2012年に再発売が決定した。この復刻モデルではネック内に KTSTI リインフォースメントという高純度チタニウムが仕込まれており弦からの強い負荷に耐えられるよう補強されている。2004年にフェンダーはジャガーとベース6を組み合わせたようなフェンダージャガーバリトンカスタムを発表した。ベース6と弦やチューニングは同じだが ジャガータイプのボディを使用し、2機のピックアップをジャガー同様のスイッチで選択か。ブリッジは固定で28.5インチのショートスケールである。ファズを内蔵しており、演奏中に ON、オフの切り替えができる。基本仕様はインフォーバックス参照。シングルポールのピックアップを3機搭載し、すべてパッシブ。初期モデルではクロームリングに搭載された。 ストラトキャスタータイプのピックアップを3つのスライダースイッチでコントロール後期モデルではジャガータイプのピックアップになりベースカットスイッチが追加されたトレモロユニットはロック機構付きフローティングタイプこれはジャズマスター用に開発されたものでジャガーにも使用されているこれはストラトキャスターに採用されていたシンクロナイズドトレモロより成功であり フェンダーは優位性を主張していたが、同様の人気を得ることはできなかった。シンクロナイズドトレモロと違い他社に、コピーされることもあまりなく、1981年にジャズマスターの販売が終了するとと,ともに、フェンダーのカタログから消えた。以降は、フェンダーのリーシューモデルで、姿が見られる程度である。まず挙げられるユーザーとしては、クリームのジャック・ブルースとザ・キュアーのロバート・スミスであろう。 その他に、下記のようなミュージシャンが使用している。この他、ベンチャーズのボブ・ボーグルや、ノーキー・エドワーズが、プロモーション用写真などで手にしている写真があるが、あくまでも写真撮影のためということで、使用した実績はない。ありがとうございます。